今回は株プロをいじるよ。前回の無印と途中までは似ている作業だよ。今回はクラッチディスクも外すよ。とりあえずサクッとクランクカバーを外すよ。意外とこの株プロもですね、そんなになんか焼けとかはないんですよ。もっと焼けててもおかしくないんですけど、どうなんだろうな。一応まめに交換はされてたのかな。最低限のオイル交換はされてたんじゃないかなって思うんですけど。でちなみにですね、ここについているバスケットは、自作です。前回バラした時にこの手持ちのここのフィルターガスケットがなかったんで、もうガスケットシートから適当に切ったやつをくっつけてるだけです。なのでどんな風になってるのかが楽しみですね。前回同様フィルターの掃除だけならここまでの作業だね。これはどう？少し取れてるかな。一応ちょっと取れてるって感じ。すんごいちょっとだな。こちら側がスラッジの溜まる箇所だよ。それでも少なめかも。もうちょっとで4年なのかな。こんなもんなのかな。ちょっと拭いてみっか。よいしょ。というわけで、この一応自作のフィルターを使った場合は多分ほどほどに取れる。汚れが一応つくので、全部汚れですね。わずかながらでも取ってはいるみたいです。まあ純正使った方がいいんですけどね。ロックナットの爪を起こすよ。フィルターがもう一個あるんで、これもちょっと確認かな。さあどうかな。おや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 、またなんかよくわかんない汚れだな。やっぱホコリなんだな。なんだろうこれ、この糸くずみたいなのは。ガスケットなのかな、それともどうやったってこのオイル交換とかで入るこういう汚れなんですかね。またしてもこのなんかまたホコリ的なホコリ、そのホコリを取るためのこのフィルターなのかな。これなぜかこういうのが出るんですね。出るんですねっていうか、これもしかして環境によるのかな。自分のやり方だとこのホコリがオイルに入るやり方をおっしゃってるのかな。なんか本当にホコリがねこう取れるんですよ。なんで猫飼ってるからかな。猫の毛が、でもこんな毛じゃねえし、うちの黒い猫だし。他の方ってどんなのが取れてるんですか、このストレーナーオイルフィルターは。それ以外はねほとんど取れてないんですよ。その変なのは取れてないんですよ。このホコリみたいのが取れるんですね。これ今回はユニバーサルホルダーではなく適当なギアをかませたよ。クラッチウェイトは軽くこじって外すよ。ちょっと割れているね。前に買った中古のパーツなんですけど、こっちの方が状態いいかなと思ったんですけど、もうね、多分
多分っていうか明らかにこっちの中古で買ったパーツの方が凸凹がひどいですね。ちょっとこっちに交換しようかなと思ったんですけど、これはこっちのままがいいですね。ここですね、ここの面のここですね、サービスマニュアルにはそこの厚みを見ろと、使用限度が1ミリだそうなので、こっちの方がやっぱ減ってるな、かなり凸凹が減っちゃってる感じだし、なのでここのクラッチのウエイトに関しては交換して使います。大体もうこっちに割れちゃってるしね。前回バラした時にダンパラバーは交換してます。無印より破片系が少なかったです。ウエイトも測定、中古パーツに交換です。使用限度内でしたが減ってました。ここの分解は前回と同じです。マイナスドライバーで少しずつこじります。もともとついていたやつの方がちょっと動きが悪いかな。これは中古で買ったやつですね、ついてきたやつ。こっちの方がスムーズですね。こっちを最後、クラッチディスクを外すよ。外すときはユニバーサルホルダーを使うよ。外すときは専用の工具が必要だよ。ここのボルトは緩めるだけ。間違って外しちゃったけど、クラッチディスクはもう外せるよ。やっとこう取れましたね。いや結構ね、やっぱ初めてやるところから分かんなくて時間かかりますね。でようやくここまで見れたんですけど、どうなんだろうこれ。まあ素人にはちょっとここでパッと見で何がいいとか良くないは分かんないんですけど、まあ思ったよりなんか変な風になってるって感じはしないですね。あとはもう一個一個計測しないと本当はいけないんでしょうけど、まあ今回は こっち側はもうクランク側はこのままですね。ちょっと動かしてみる。このシフトを見てみましょうか。これがニュートラルみたいですね。で1かな、1だよね。タイヤがちょっと動いてるって仮定して、押し込むと一足に、なるということで、おっさんの体力の限界。ここを動かさないといけなかったんですね。そう、ここにここがちょっと動くことによって全部ちゃんと入るようになります。ギアがちょっと入んないなってちょっと動かしたりするときってここなんですね。とりあえずいろいろチェック。これが以前、中古で、ネットで買ったパーツごじゃ混ぜのやつだったんですけど、すっごい適当に買って何が入ってるかほとんど分かんなかったんですけど、それを買った時のやつなんですけど、こっから使えるやつをちょっと見繕って交換しようかな。元のパーツの使用限度を見ていくよ。
使用限度は全然大丈夫でしたね。クラッチディスクは2種類あるんですけど、見分け方としては側面にですね、色がついてるんですよ。これですね、これですね。ただここはもうかすれて消えちゃう感じのはあるんですよ。なんか実際今ついてるのはそんな感じなんで、組み付けるときはちょっと気をつけた方がいいですね。クラッチディスク B は中古パーツと交換したよ。ボルトはこの時点で分かり止めだよ。中古パーツに新品みたいなフィルターがあったよ。このカブプロはですね、ちょっとですね、若干ギアの入りが浅いんですよ。自分の無印に比べるとちょっと浅いんですよ。ここら辺が原因なのではということなので、中古で買ったパーツとこれがあるので、ちょっとね、交換してみようかなって思ってるんですけど、多分ね、あんまり変わらないと思うんですけど。早速取り外すよ。ここはバネがあるから気をつけようね。常にテンションがかかっているよ。これですね。これバネがテンションになって、これがグッてやって、これをこれかな、これだからこれだから、ずっと押し上げてるっていう。ちなみにここのトルクは大したことないんですよ。あんまりトルクかかってないんですよ。初めて外すんですけど、もちろん全然結構簡単に外れるんですけれども、ただここネジ6くらいついてるんで、若干この緩みが渋いですね。硬い。で、ここのピンもですね、一応全部外れるんですけど、ここはやらないです。あくまでこの人手。この人手が、まあもうしてるようには見えないけどな。で、これが外したパーツですね。さすがにね、これはね、使用限度とかはないんですよ。変に欠けてるとか、摩耗してるかっていうぐらいの説明ですね。こっちはですね、このスプリングが下手ったりすると、チェンジペダルを踏んだ時のカチカチ感がちょっとなんか弱くなったりするらしいんですね。こっちが、まあ中古で手に入れたパーツですね。こっちはなぜか刻印が3なんですね。こっちは刻印が5なんですね。どういう意味があるのかはわかんないですけど、ただ形状はもう同じですね。ちょっと中古パーツを仮でくっつけてみようと思います。これは上下があるんで気をつけてください。一応裏表はあるんですけど、まあ分かりやすいんで上下ぐらいかな。ギアを入れて締め付けたよ。ここは 1.7 キロだそうです。まあ、そんなに強くしなくていいだなと思います。ここのスプリングは中古品の方が気持ち強かったので交換したよ。ここもネジロック材だよ。で、ここはさらに弱くて1キロですね。取り付
けた後は必ずちゃんと動くか、チェックしてね。あとは戻していくよ。クラッチは全体を同時に取り付けるよ。テールファンも同時にだからちょっと面倒だよ。ここの本締めは取り付けてからだよ。じゃないとディスクがずれるよ。ワッシャーを先に入れてロックナット。締め付けの時はギアをかましたから楽だったよ。無印の時もお世話になった、タイラップ先輩。今回もお世話になります。さすがですよ先輩。もう用はねえよ、あばよ。全然戻すよ。今回は新品純正のフィルターだよ。そして例の猛者。クラッチリフタカムプレート容疑者。今回も邪魔をしてくれる嫌なやつ。しかも今回はノックピンがカバー側に残ってしまい、ガスケットの取り付けが無印より大変に。前回の秘術も効かなかった。結局サイドスタンドを出すだけでだいぶ良くなった。レンガ先輩使えないぺ。とはいえ角度も低さも相まって腰に負担がかかる。ガスケット、じゃあの。苦戦しながらもなんとかマフーバに成功。ノックピンごときに苦戦するとは。ノックピンは下手にいじるとすぐにひん曲がる虚弱体質。触らん方がええんじゃ。もちろん交換したばかりだからオイルも再利用。マフラーとかステップとかも戻すよ。ピボットアクスル6キロ、結構硬い。もちろん指導してチェック。大丈夫みたいだね。よい、そこからニュートラに行くかも見てね。オッケー。かなりですね、このギアチェンジがですね、やりやすくなりましたね。前までものすごい 浅かったんですよ。ちょっとね、浅めだったんですよ。でもちょっと良くなりました、ね、なので交換したパーツで、まあ、それに関連する部分があったのかもしれないし、一応クラッチ調整もしたんですけど、まあでもクラッチ調整だけで、まあ、あんま変わらなかったはずなんで、やっぱクラッチウェイトなのかな。このガチャって踏んだ深みがちょっと変わりましたね。かなりいい感じです。いやー、かなりかっちりとしたギアチェンジになるようになったな。何が原因なんだろう。クラッチウェイトかな。交換でかなり変わったんじゃないかなっていうのはクラッチウェイトぐらいしかないんだけど、明らかにシフトチェンジの時の感触が変わった。普通に走ってる分にはめちゃめちゃ快適なんですよね、カブプロは。フロントサスペンションもちゃんとしてるんで。おお、しっかり入る。そういえばカブプロが発表されましたね。カブプロが出ないとか、なんか廃盤みたいな噂もありましたけど、なんかいきなりポンと出ましたね。フロントのキャストホイールも出ちゃいましたね。14インチのキャストホイールが出ましたけど、14インチであのフロントのディスクなんで、すごいディスクが大きく見えて、なんか足回りめっちゃ
かっこよく見えたんですけど、いやカブプロはいいですね。あれも欲しがる人いるんじゃないですかね。あえてクロスとかハンターじゃなくてカブプロを選ぶっていう人も。この JA07 のカブプロも新型には負けてないところが結構あるんですよ。まずこのダサかっこ悪さ、これはですね、新型にはないね。新型はスタイリッシュなんですよ。もちろん装備も含めてこっちの方が劣るんですけど、まず装備は劣るのはまだしも、この見た目ですね。見た目のダサかっこ悪さはですね、ダサかっこ悪い勝ってますね。圧倒的です。圧倒的にかっこ悪い。あとですね、ライトですね。 LED なんてね、貧弱なものはついていないんですよ。ただのバルブ球です。このライトの暗さは褒められてんの、この07のカブプロが勝ってますね。黙るんじゃねえ、メーターチラにすんなし。あとメーターの簡素さとか、ここら辺もやっぱ勝ってますよね。圧倒です。嬉しくないし。あとやっぱり勝ってるといえばフロントフォークですね。フロントフォークはもうね、こいつはねフルサイズなんでね、もう株価随一ですよ。まあハンターとかあるんで随一とか言ってるけど、超適当なんで気にしないでください。ただ実際このフロントサスペンションのしなやかさは、スタンダードとか他の株に比べたら全然いいですね。本当に、まあ何にせよ自分はこのまだ07ですね。まあ何の因果か、ノーマルとプロがあるんでしばらく乗り続けないと壊れないかな、壊れないかなっていうか、こいつ死にかけてたはずなんだけど治っちゃったからな。治っちゃったっていうか治したんで、まあちょっとね死にかけてる程度はね、株はね治っちゃうんですよ。素人が手入れても、そこがいいって言いやいいんですけど、すんごいゆっくり直してますからね、これ現在進行形で直してるんで、まあ、今回もまた1個直ったんでね、このギアチェンジが良くなったっていう、まあそこも含めて株は楽しいのかもしれないです。ああもう全然寒い。ここら辺は山なんでね、まだ桜がほとんど咲いてないですね。ああ14インチ光栄。14インチのこのクイック感半端ねえよ。何あれ、ビビった。あーすげえビビった、猫かと思った。やめろよ、すげえそっくりだったわ。猫じゃねえよな、なんか布だったな、布だったはずだ。あーよかった。ご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てね。